さあやりましょう、設定初めてのモーニンググローリー行きましょう。はい、あ、これな、はいはい、はい、Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow.ではチャンネルママです、今日は桑の橋パパディアオレ桑の橋なんとか公園河川公園、あ、河川公園正式名称はな正式名称かな、うん、桑の橋桑の橋河川公園でもなんか朽木キャンプ場って言われてるんだよな朽木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 どっちですか朽木かな分からないけどキャンプ場に来てます、まあ、オートフリーサイトみたいな感じやんな、うん、そのまま、うん、で、まあ、白線が引いてあってそれよりこっちに貼ったりしてくださいってことなんで一応ここ川見えるし橋のそばやし橋のそばがいいな、やっぱななんでなんなんかかっこいいな橋があるとないとで全然変わるで雰囲気がなんか笠木キャンプ場みたいな笠木に似てるほんまに料金も一緒じゃない一緒やなでも笠木の場合は1000円なんかあほんまや2000円じゃないかな1泊2日で1000円やもんな1000円やもんなあれやあだからみんな笠木ここはだから2000円ですよ1日1000円1000円やからな中学生以下は無料いやでも愛想のいいなおっちゃん、おっちゃんが、おっちゃんがもう嘆いてましたよ。あ、滝に毛がなくならないと。もうあかん言うて、4月1日から。これはもう直火は禁止ということで。禁止なってます。まあ、ところどころやっぱ、
タギ逃げの跡みたいな車の真横にありますね。あんなあれも多分おっちゃんが片付けて あれで住んでると思うね。じゃあ帰り片付けて帰りましょう。人が出したゴミ拾うってな、そりゃそうや、なかなかできることじゃないで、うん、片付け大変やからな。僕は極力ゴミ出さないようにしてるんで、うん、それはなぜって片付けるのがめんどくさいからです、うん、人のゴミ拾うってもうすごいこれと思うで、うん、まあ、偉いなと思うよね。まあ、来る道中もポイ捨ての後結構あったよ。一泊一膳やな、うん、ということなんで、掃除して帰りましょう。はい、おっちゃんが喜ぶようにおっちゃんの嬉しい顔を想像しながら。寒い、風がもう風すごいの、うん、はい、カモン。まずモニグラではインナーテント買わず、DOD のかまぼこテントじゃなくてカンガルーテント購入したんで、とりあえずそこの寝床にしよう思って。これをね、カンガルーテントね、置いたらめっちゃ狭いですよね。うん、そう、3分の1ぐらい取られたのかな、カンガルーテントで。だいぶ狭くない？モニグロむずいっすね。むずい、やっぱりソロキャンプで私がどんどん使っていこうかな。どこに何置くで多分1時間ぐらいそうやな、なんかもう置きどころがないねんな。もうほんまに昔みたいな、こんな感じです。こんな感じですまあ薪ストーブもやっぱりモニグロやからやってみたいから、薪ストーブ置いたり、はい、もう薪は切ってやるので今日は指切らする必要はない。もうだいぶ絆創膏で済んでるからね、今あんまり曲がれへん。で、まあ、今回のニューギアペデカのコーヒードリッパー、勝手に増えたガス缶カバーとか、ガッツオーディー缶カバーか、オーディー缶カバーとか知らない間に増えてるけどいや、難しいな、ほんまに、うん、これ一人やったら多分楽勝やね。そう、一人やったらもう余裕。まあそんな感じで今日は外で過ごそう、昼は。そうそうそういいし、うん、昼はやっぱ外で過ごすことにして、焼きそば作ろう食べる焼きそばなんて美味しいに決まってるやんかなあ、キャンプ行きたくないわ。はい、どうぞ。そんなん言ってめっちゃ楽しんでるやろ。あの私のジュースも、テント内でさ、動画いっぱい見てさ、で、怖い動画あったん、はい、うん、快速47メートルってやつ見たっけ。何それ、快速快速サメに食われてた、頭狂っとったぞ。海底のことじゃない。海底？足が噛まれてサメになった。ああ。食われてやばいことが。そういうことなの？なんかちょっと最後頭悪くなって。
頭悪くなってなんかずっと笑ってて、うん、いただきます。いただきます。なんか幕の外で食べる料理ってさ、うん、すぐ冷えるな。冷たい。冷たくなってくる。冷えるの早っ。今日だけ食べてるやん、ご飯。これ買ってんね、ママ、コンビニで、うん、めっちゃ美味しそうに見えてた。国産もち麦入り、枝豆と塩昆布。ママ好きそう。全部好き。 Is it about control? Losing the grip you get old. Turn to the sea. I don't know how, but you find meToo late to get up. Maybe it's not as hard as you think. Some things you cannot change. You feel it but out of range. Your mind is at war, trying to find the answerコーヒー入れるね。あ、お願いします。はい。うわ。なんて残酷な食べ方なんだ。いただきます。あれ粉あった？大丈夫パパ。安心しよう。それかクリームを入れた。うん。うん、おもちうまい。うん。どうパパ？どんからま。ねえ、ヒガキンが建築アリのさ、アリーナじゃないやつでやってんだよ。おいしやろ。ねえ、みんなもうさ、建築アリになってんだよ。今日もさ、え、な、こうやってさ、何日にさあやってる？何からの上の部分だけだよ。何日前これ？レッツゴー。レッツゴーな。YouTube でさリアマチューか。下すごい開いてるな。うまい。え、桜餅を食べたらいい。ああ、ちょっと残してて。葉っぱのこと食べるんじゃないの？そうだよ。塩漬けやから。うん、いや、食べた、お餅。見て。あそこに引っこ残しておいてな。うん、あ、うまい、あんこ。おいしいやろ、おこしやん。あ、桜餅やん、残さんでいい。何を残す？団子。あれ？いや、三色？三兄弟？うん。それさ、嫌いやと思ったら食べてみたらめっちゃうまい。なぜか。こっから見ても水きれいやろな。うん。もう、これでさ、ボスを倒そう。うん。I saw flashes in the dark. Colors on the wall. これすごいな、このごちゃごちゃ感がすごいね。レイアウトもクソもあったもんじゃないです。まあでもいい感じや。一応いけるな。全然いける。モニブロでもいけるぞ。いけるよ、だってな、物取っていうのに別に畳んでもすごい取ってとか言って取れるな。しょって取れるやん。すごいすごいすごい。ギギが多分広すぎたよな。ギギでかすぎる。でもここあれやな、区切り関係ないからギギでも余裕で立てるな。いや、ギギが良かったな。まあ初張りやからね。うんうん。本日は初張りやからね。うん。
ファミリーでもできるかなっていう。あれでも寝るときほんま道具届けなかったな。さあ、怖い怖い。巻きやりましょうか。うん、じゃあ。あ、来た。あ、来た。あ、合わんかったんかいな。これだよ、なんか。今日はね、ちょっとこれで。オーサンショウはこんにゃく。これでちょっと子供たち驚かしてやろうと思います。ビビるで。ビビるよこれ。リアルすぎん。ビビるで。川におったからよ。捕まえて入れてみよう。ザイヤ。どこまでがこぼれへんじゃろ。分かんないな。はい。今すぐ。はい。来ましたか。シャカワイカワイヤー。料理の先生に聞くわ。ペク先生にちょっと聞いてみて。ちょっとペク先生に電話するから、ちょっと待ってな。アニョハンセヨ。ヤバセヨ。アニョハンセヨ。アニョハンセヨ。熱入れたから温度が急激に下がった下がってしまったんやな、これ、うん、見てもらっていいですか。あ、じゃあ開けてください。マジで美味しそうやと思うで、はい、一生懸命捕まえた食材入れたから皮で。うわ、絶対…え、じゃじゃーん、オオサンショウウオです。え、マジやん。え、ひも、こんにゃくじゃね。オオサンショウウオだよ。こんにゃくみたいに見えるんだけど。入った。オオサンショウウオ捕まえて、捕まえてん。ほんま、なんかオロチンヨがさ、食べたら美味しいって言ってたからさ。え、こんにゃくじゃない。オロチンヨさんがさ、川で獲れるオオサンショウウオがめちゃくちゃうめえぞって。
こんにゃくやし。メモすなよ。オオサンショウやん、どう見ても。こんにゃく切っただけやろ。オオサンショウだよ。ちゃんと見せて。オオサンショウ。ほれ。こんにゃくじゃなくて、うん、ほら。匂いこんにゃくちゃうねんけど。プルンプルンしてるやん、こんにゃくやん。切ったやん、絶対。でもこんな綺麗に楽しかったやろ。で、完食でわかるから。食べてみたい。食べてみて。完食でわかるから。いや、今はいい。完食で言うと。こんにゃくじゃね。こんな、いるの？おいしそう。こんなこんにゃく見たことある？ある。ない。ある。色はこんにゃくやと思う。確かに。味も。うん。オオサンショウも、多分5匹ぐらいおるから。え？マジ？捕まえんの苦労したよな、うん、めっちゃ早いこんなペタ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 って逃げるから絶対違う、オオサンショウウオこんなとこにおらんで。お5匹おるん、あ、ここ絶対おるやもう1匹、クソでかい、これぐらいでかいオオサンショウウオほんまか、リバは絶対ここにおるやん、膨らんでんもん、はい、ナイス、取っていい、取っていい、取っていいですか、いいよ、完食、完食、はい、これ、オオサンショウウオじゃないぞ、偽物やぞ、これ偽物やわ、すごい、オオサンショウウオ、オオサンショウウオって、温めたらこんにゃくみたいなのらしい、嘘つくな、固くなったやろ、これ、ウパルパじゃない、ウパルパ、ヒゲみたいなのないやん、ウパルパ、ウパルパなんかヒゲみたいな、もっとピンクじゃない、ウパルパや、ラーメンもあるからね、うん、ありがとう、ね、わぁ、オオサンショウウオの尻尾食べたの、あ、買った、いただきます、おいしい、どう、お前頭こんにゃくやな、熱い、まずい、はい、ママどうぞ、うまいよ、まあ、こんにゃく、こんにゃくの味、うん、こんにゃくやろ、誰か食べていいよ、うーちゃんキムチ入れや、欲しい欲しい、入れて、うーちゃんキムチ、ほんまに無理、オオサンショウウオ、ティンパン、ティンパンおらんなでも今日な、ティンパン、みんなキャンパーやな、ティンパンジー、やば、めっちゃうまそう、ガーリックちょっと、野菜はなしでよかった、カルマって変顔したときさ、うまや、野菜何も入れてない、カルみたいやな、あ、変顔してみて、全部、多分さ、今までさ、キャンプしてきた中で、うん、一番気持ちいいと思う、おーすごい、おーすげー、一番気持ち、マットすごいやろ、マットがあるだけで全然違う、やば、なんか焦げてきたような気がする、ひっくり返さへんから、うわっ、まあ、おいしい、卵はチー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 、うまい、え、うまっうまい、おいしいね、うん、これはいい、うまっ、マジほんと、タミちゃんのさ、チャーハンめっちゃ好きやねん、あ、言ってた、タミちゃんが、うん、うん、あ、焦げがおいしいわ、あっくみくりな、コロナが残ってるかも、帰ったら隣なんか現れない、あ、ママ今までこうかバズーやん、これやるじゃんバズーなって
何 cc やろか。少なめの方がいいんじゃない。150。はい、150。混ぜて混ぜて混ぜて、とろみが出るまで混ぜてや。温まるな、このスープは。早田の目見えてる？うん、ちょっと3個見えてる。怖っ。卵とウインナーでも十分やからな。十分かな、うん、完璧なやつを作りたかったな。ハルトめっちゃぬるなってる。え、マジで？ハルトめっちゃ熱いねんけど。ハルタくん食べますか。はい。おい。おお。熱い。熱い。熱そう。熱そうだこれは。熱いですよ。でもあれ、来た。これちゃんと閉まってないよ。どう。そうやね、薄いからやっぱり圧力が。どう。チョコレートが全然固まってるわ。どう。そうちゃんはチョコレートたっぷりめですか。たっぷりめです、はい、絶対に絶対に。おお、どう。うわお前ほんまに入ってんのそれ。見したって見したってチョコレート。うん、めっちゃ入ってる。たっぷりめやんか。よしよし、挟むぞ。よし、どう。うわ、おいしそう。すごい。まあ、ふーちゃんもこれぐらいがいい。うん、一周ぐらい入れた。何個やろ。6個。まあ、焦がしたらあかんで。最悪の答え。キャンプそういうぐらい。あ、ちょ、待って、ママが吹いたのは、あんた伸びそう、あんたが吹いたら。卵を入れて、マヨネーズですね。マヨネーズ入れて。はい。ねえ、言われへん。さっき混ぜた卵全部ぶちまいたぞ。あの、焼き鳥のタレを靴に落としたように。また靴。これなんでロックしてない。また靴が。パパのせいあるよ。最悪やん。最後の卵やったのに。最後の卵は地面が食べたら。いや、あのチョコレートなんか。ケースがまた汚れてる。ん、まあ、だけがチョコレートも。やばい。パパは残しとった。やばいねんけど。大惨事。これは大変だわ。しょうがない。あるある。マスクしてない人が悪い、うん、こっちのシェラカブにしとったらこんなことならんかったな。うん、うまそうでしょ。なんかキッチンペーパー来ましょうだい。ハルタの人がちょっとここにあるで、ちょっと卵を生き残った卵を運がいいな、そいつら。卵が決まってる。なあ、え、でもいい匂いすんね、めっちゃ。そうやろ。俺がかけた。俺がかけた。かけてない。ちょっとウインナーな。やばこれは絶対うまいぞ。ありえんやろ。また醤油味にしようかな。ホタテ持ってこい。ホタテ持ってこいやで、ほんま。これ野菜炒めやばいやろ。これをちょっとこのファンに挟んでいこうかなって。おお、楽しみ。分厚い方がいいかな。よし、オッケー。はい、はい、危な。
焼いていきます。楽しみ。これで余った具材も無駄なく。風が吹いててなかなか焼き上がれへん。焼き上がれへんわ、焼き上がれへん。そうだ、焼き上がれへんわ、焼き上がれへん。風上にこうやって手をかざしてあげたらいいね。おお、簡単なことやね。だこいつ。だこいつ。だから嫌われるやん。プラスに考えろ。いや別にその嫌われてることが悪いことってパパ思ってないから。キモ。別に。キモ。プラスに考えろ。プラスに考えろ。顔キモかった。顔がキモいから嫌われる。固まってるやつだけ手まりにあげるな。もうやめて。プラスに考えろ。プラスに考えろ。じゃーん、なんかキノコ。やっぱ破れるんやな。え、破れてる。こっち側はな。あらら、ちょっとやっぱ分厚いんだよ。破れてるな、サイトのも破れとったな。キノコ出てる。はい、できました。いただきます。できました。うん、おいしい。おかずパンやね、これ完全に。ママ、ふーちゃんのこと映って。はい、決勝終わりました。今回の動画はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。またお暇で。バイティアママでした。